ヒレナガチョウチンアンコウカはアンコウモクに所属する魚類の分類群の一つ。いわゆるチョウチンアンコウ類に属する深海魚のグループでヒレナガチョウチンアンコウなどに属語種が含まれる。ヒレナガチョウチンアンコウカの魚類は全て海水魚で太平洋、インド洋、大西洋など世界中の深海に幅広く分布する。 水深1000メートル維新の全身層で生活する種類が多く、ヒレナガチョウチンアンコウ及びシー・ジョーダニーの2種は、3体用のそれぞれ800から1625メートル、及び900から1750メートルの範囲を中心に報告されている。前者は、日本の周辺に分布する唯一の本家魚類とされて、北が伊豆諸島近海から未記載の新種として、 ケナシヒレナガチョウチンアンコウが記録されている。ヒレナガチョウチンアンコウ族の残る2種のうち、シーポラニーマは、大西洋と東部太平洋に分布する一方、インド太平洋からは知られていない。シーボチェスキュー及びロビアレグイアラはいずれも極めて稀な種で、それぞれペルー沖及びバンダ海から得られた一個体の標本に基づいて記載されている。 ヒレナガチチョウチンアンコウカギョ類は海底から離れた中層を漂って生活する氷栄性深海魚の一群である。食性は肉食性で頭部の誘引突起を用いて餌生物を引き寄せるが先端の疑似状態には発光バクテリアを強制させるためのスペースが存在しないため他の多くのチチョウチンアンコウとは異なり生物発光を行うことはできない。 本科魚類の特徴である細長く伸びた背びれ、尻びれのヒレ状は感覚器官として働くと考えられている。それぞれのヒレ状を一本ずつアンテナのように動かすことで体の周囲に球状の近く領域を作り獲物や敵の接近を感知するとみられる。すべての超鎮暗号類に共通する特徴として生成熟語の雌有の体格は 一しい性的不となりを示し、オスはメスよりも極端に小さい YU である。本家の IU は、ミツクリエナガチョウチンアンコウカやオニアンコウカと同様に、メスの体に食いついて一体化し、寄生生活を送るようになる。これまでに得られた本家の寄生 U のうち、種が同定されているのはシーポラニーマのみである。 寄生雄の付着部位はすべて腹部正中線の近くで前方を向いた逆さまの状態になっていることが多い。結合部位は、オスの糞および下顎から成長した組織と、メスの体表から円錐状に盛り上がった組織によってつながれ、他の腸、オスに寄生されていないメスの標本の多くがよく成熟した卵巣を持つことから、少なくともメスの生成熟に雌雄の結合は、 必要ないと考えられている。一方で、これまでに二個体が得られている自由生活期のオスの清掃はいずれも小さく未発達であった。ヒレナガジョウチンアンコウ族の一種。著しく身長した背びれと尻びれのヒレ状が特徴。ヒレナガジョウチンアンコウ科のメスは短い球状の体型を持ち、体長は最大で約18センチメートルにまで成長する。 背びれとしじびれのヒレ状が著しく細長く伸びることが本科魚類の最大の特徴である。また、誘引突起に発光器を書くこと、胸びれの頭骨が2本のみであることも、本科を他の超鎮暗光類と区別する重要な形質となっている。皮膚は滑らかで、側線に沿って細長い皮弁を有する。口は非常に大きく、水平あるいはやや、斜め上向きに開く。 ヒレナガチョウチンアンコウ族の誘引特起には多数の史上秘弁が存在し、体表の秘弁とともに側線系の環球が分布している。背びれ及び尻びれのヒレ状はべて南状で、ロビア族ではそれぞれ6本5本である。ヒレナガチョウチンアンコウ族は背びれ24から22本、尻びれ22から19本のヒレ状を備え、 一般的な超鎮暗光類の尻びれのヒレ状数と比べ多くなっている。細長いヒレ状は非常に繊細で最終時に損傷しやすく実際の長さを推定することは難しい。気膜を持たないがそれぞれのヒレ状は筋肉と付属構造によって強固に支持されており一本ずつ独立に動かすことが可能になっている。 尾ひれのひれ状は八本で、長チンちンコウ類としては少ない。主上顎骨、災害骨、下災害骨、後ろ側頭骨、および、偽鎖骨の腹側部は著しく退縮する。下顎と長頸骨に棘を持つが、方頸骨および関節骨の棘は、対価的で、全災害骨には欠く。上顎、下スすき骨の葉は、 それぞれ20から45本、12から34本、1から5本。本家のオスはこれまでにヒレナガチョウチンアンコウ族の5個体の標本しか得られていない。眼球及び嗅覚器官は大きく発達する。胸びれは大きく、体調の40%に達する。腹器は自由生活期の初期においてよく発達しているが、成長とともに消失する。 本家魚類の稚魚の標本として、ヒレナガチョウチンアンコウ族のみ16点が知られている。体型は短く、丸みを帯び、皮膚は水っぽく膨張する。稚魚の時点では腹気を持っており、これはチョウチンアンコウ状化の中では唯一本家のみに見られる特徴である。稚魚器における性的二なりは皆無で、すべての個体に誘引突起の元気が認められる。 ヒレナガチョウチンアンコウ属の一種。本館魚類として最初に記載されたハンガリ種で北、大西洋を中心に全世界に分布するヒレナガチョウチンアンコウ。日本近海を含む太平洋からの報告が多く、17点のメスの標本が知られているヒレナガチョウチンアンコウ下には、ネルソンの体系において二属五種が認められている。本校では、 フィッシュブイスに掲載される二族六種についてリストする。ロングアイランド沖で1887年に採集されたメスの標本をもとに1896年に記載されたコール・フェーブリン・ジョーダニーが本家魚類の最初の記録である。以後ン,ン世紀余りの間に新たに五種が記載されたものの、いずれも標本数が少ないため十分な比較研究ができず、 バートルソンによる1951年のモノグラフでは暫定的に3種にまとめられることになった。追加標本を用いた以降の検討もこの結論を支持し別に記載された1種を加えてピーチはヒレナガジョチンアンコウ族の有効子を4種とみなしている。ロビア族は1979年に報告された1匹のメスが唯一の標本となっており、 新たな個体は捕獲されていない。本家は、子魚が腹びれを持つこと、子魚器における性的不担なりが存在しないこと、及び疑似状態の培養スペースを書き生物発行ができないことなど、他の多くのアンコウ類と異なる形質を有するため、アンコウ状化において、最も原始的な特徴を残すグループであると考えられてきた。しかし、 これらの特徴は進化の過程で二次的に生じたものであり、本化は超鎮ン光類の中で比較的派生的な位置にあるという系統解析の結果も示されている。この結論では、本化は基盤効果、死団効果、鬼愛効果と単一のクレードを構成し、これら参加の姉妹群として位置づけられている。ありがとうございます。